V ロード第9節1戦目オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発金子マウンドに上がりました。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。バッターは今日 DH に入っているフラッシュ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。この回の金子たった2球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだと思いますよ。はい、そうですよね。ヒット気味でしたがバッター見送ります。インコース決まった。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見送ります。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。見逃し三振、3アウトチェンジ。バッターボックスには指名打者のボブセビック。今日はホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。初球ストライク、打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。3球目は何で来るか。打ったライトに強い打球、スタンドには届きません。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。2番バッター渡辺、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ピットでランナーを一塁に置いています。インコース決まってストライク。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。この球は落としましたが決まりません。低めの変化球は決まりません。高めのボール、二塁へ送球。バファローズピンチになりました。見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。第9節2戦目東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはイーグルスの先発辛島がマウンドに上がります。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあそして打席にはロメロが入ります。さあ2アウトながら一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制。入った。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、卓球高々と舞い上がりスタンドに消えていきました。バファローズ先制しました。2対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。ナイスバッティングですね。
このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。イーグルスピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは青山。バッターボックスは7番ボレル。バファローズこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。いい当たり、ファウルボールです。ショートが抑えた。一塁送球、サードランナーがホームに帰ってきました。バファローズ追加点、5対3、なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。徐々に試合の中、イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の高橋。さあそしてバッターボックスにはボブセビックが入っています。さあ追加点の欲しい場面、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。これが2球目、変化球打っていった、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。6対、ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。いい形でちゃう。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。第9節3戦目、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発星野がマウンドに上がりました。どう立ち向かっていくのか注目です。さあそして打席にはモレルが入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。ああいいボールですね。はい、ストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込む、打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、バファローズなおもチャンスです。さあ先制した。さあそしてバッターボックスにはブラッシュが入っています。さあなおもピンチが続き、満塁の場面。ここは差を詰められないように流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですね。まず変化球決まってワンストライク。さあ2球目は何か。あ
ああ、ボールですか。膝元変化球がわずかに外れています。いや、ここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。4球目は何で来るか。わずかに切れてファウルボール。2ボール2ストライクです。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順は8番山下。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目、ファウルになります。またファウル。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。これでツーアウト。オリックスバファローズ、打ちに打ちました。大量